ダイヤモンドシティ、苗材ショッピングセンターは、株式会社ダイヤモンドシティが運営していたショッピングセンター。1970年11月21日の開業で、ダイヤモンドシティ第1号店の東住吉、ショッピングセンター10月2日閉店に次ぐ2店舗目の施設であった。特筆すべきこととして、日本で初めてのケンタッキーフライドチキンの常設店舗が、 当施設にて開店している。建物の老朽化などにより2005年6月20日に閉店し、35年の歴史に幕を閉じた。跡地には、イオンタウン明材が、イオンタウン株式会社の運営で2013年9月6日に開業した。閉店時点では、各店舗のジャスコの他に、山中やカーマ、キャデン、ダイソーなどの大型店を含む73店舗が、 入居していた。なお、ダイヤモンドシティスポーツクラブカームズスカイガーデンは2001年10月1日付で、軍勢に営業場とされることになった。閉店直前の年間売上高は約98億円で、従業員は約820名だった。建物解体時にアスベスト調査を行った際に、立体駐車場からアスベストが発見された。ありがとうございます。